2030年、私たちの地球、そして社会はどうなっているでしょうか。人口、食料、エネルギーなど地球の持続可能性を脅かす課題をどう克服していけばよいか。その鍵はイノベーション。日本の最先端の科学と熟練した技術が融合し、サステナビリティに満ち溢れた社会への挑戦が今始まっています。日本初の革新的な素材、ナノセルロースによる車、ナノセルロースビークル。その未来はどんな世界が待っているでしょうか。ナノセルロースビークル NCV は、木材など植物繊維からできた夢の素材、セルロースナノファイバーを使ったかつてない軽量かつ高強度の未来の自動車です。今、国内の大学や研究所、自動車部品メーカーをはじめとしたさまざまなものづくり企業22の機関が一体となって、その実用化に取り組んています。セルロースナノファイバーというのは、植物が作る軽くて強いナノの繊維なんですね。代表的な作り方は、木材からパルプというのをまず作るわけですね。このパルプをほぐしてナノのレベルまでだーっと細かくして作るのがセルロースのナノファイバーです。セルロースナノファイバーの集合体のパルプの段階で、セルロースナノファイバーの表面すべてを樹脂と仲のいい化学構造に変えてしまうんですね。そうすると、溶けた樹脂の中でパルプを練ってる時に、樹脂の中にうまく混ざって、ちゃんと樹脂を強くしてくれる。で、日本は特に森林国で、その国土の7割が森林で、その3分の2が実は今人工林で、その人工林において、杉とかヒノキのようなものは紙の原料とか建築材料に使ってるんですけど、毎年毎年セルロースナノファイバーの量に換算すると1500万トンセルロースナノファイバーが裏山で増え続けている国なんです。非常に珍しいんです。今の自動車の抱えている負の遺産、その中で一番大きいのが CO2 の排出量のところで、そこに大きく貢献するということから、軽量化が非常に重要だということ、それが一つ。それともう一つ材料的に必要なものは、カーボンニュートラルという言葉がありますけれども、やはりそういった植物系の材料、こういったところが非常に期待されているということになりますので、その2つですよね。
軽量材料ということと、それとカーボンニュートラル、その2つをこう考えてみると、出てくるのがやっぱり CNF ということになるわけですね。自動車の軽量化っていうのはもう永遠のテーマでございまして、でそういう中でやっぱり自然由来の素材を車に使って、非常にその環境負荷の小さい材料として車に使っていくっていうことは、非常にその新しいことだなと思ってます。で特に10年ほど前に京大で作られたこの技術を実際車に適用していくっていうことで、なんとかその 10% の軽量化を目指していきたいと、そういうふうに考えております。NCV プロジェクトでは、実際に CNF を活用した自動車部材の成形を行い、実装化に向けた検証を重ねています。私どもトヨタ紡織なのですが、自動車部品の中でドアトリムを素材として今回トライをさせていただきました。正直驚きました。その驚きは非常に良かった。通常の車室成形条件と同じように成形ができました。ということで、これは非常にこの CNF を使うにあたって今後明るい材料だと、明るい実験結果だというのが得られまして、非常に期待しております。三角機関による CNF 自動車部材の検証や評価が進み、 NCV プロジェクトの狙いである自動車の軽量化、 CO2 排出量の削減についても期待される効果が見えてきました。CNF に期待される優れた強度は、薄肉化、発泡、金属代替など、さまざまな部材への転用が可能となり、その分の軽量化が期待できます。CNF 部材の活用により、将来 10% の軽量化が達成されると、素材の製造から製品の廃棄まで、ライフサイクル全体では 2000kg の CO2 排出量の削減が期待できます。現在 CNF を使ったさまざまな部品が開発されてますが、LCA 的にいいものだけを実装していってほしいと思いますし、我々 LCA の専門家からしてもですね、環境負荷を下げて新しい工程で開発していただけると優しい部品ができてきますので、ぜひともその方向で技術開発を終えて、そして実装をしていただくというところにつながっていったらいいかなっていうふうに思います。セルロースナノファイバーによる自動車、ナノセルロースビークル、それは低炭素社会を切り開き、 SDGs 持続可能な社会にもつながる挑戦です。一方でこれからの課題も見えてきました。技術面ではマルチマテリアルとの融合を促進するために、部材の接合や接着技術のさらなる向上が期待されます。また CNF の供給量を確保していくためには、低コスト化やサプライチェーンの確立を進めていくことが求められています。木の国日本っていう思いがあって、僕らはずっと昔から木材をうまく使ってきたっていうプライドがあるんですよ。法隆寺の五重の塔なんていうのは1300年も前から未だに壊れない木があるし、そういう木の文化をずっとこうつないできた国民だからこそできる木をベースにした新しいものづくり産業を、やっぱり NCV を一つのきっかけとして世界にやっぱり通っていきたい、日本の得意な車という分野で世界にやっぱり発信していきたい、そう思います。